どういう時に人が喜びを感じるのかってまたよく分かんないからさ、ちょっと今日のタイトルはこれです。君または一般的に人がお金を得ること以外に嬉しいなって感じた瞬間を形にしてくれますか。今から作品作成する時間はだいたい6分ね。はい、用意スタート。まああんまり頭の中で作品を想像しないでね。入りきらないと思う。こうしたい場合です。今みたいに最後まで刺さないと思うんだな。ちょっと今みたいにさ、軽く入るだけで終わっちゃうと思う。そう、それで。はい、じゃあ本当にそろそろまとめて。で、もう使わないブロックはあっち戻してくれる？まずここまでのところでは、今回同様ですね、レゴブロックを使いまして、自分が考えるビジネスで、どんな未来になっているかという未来予想をですね、作らせたんですね。でそれを作らせたところ、やっぱりそれぞれいろんなものが出てきたんですよ。でじゃあ自分のビジネスをじゃあ今度形にしようとなった時に、それがすごくこう飛躍したものから今あるものまで様々だったの でやっぱり子どもたちの視点っていうのが、どうやってお金を儲けようかとか、そういうことばっかりだったんです。ですのでお金を儲けることもそうなんですが、それ以外に喜びというものをこう加えていった時に、今ない新しい価値が生まれるんじゃないかなということで、考えさせました。まず1万円ずつ取って回して、自分の名前書いてくれる？じゃあね、この間と同じように1個その書いたやつをずらして、時計回りに2個ずらそうか。ずらして、例えば菊池が喋ったらそれを、沢井が、沢井が喋ったら、それを、郷太郎がっていうふうにメモしていくんだけど、ちょっとまず、いつもこれ分けてやってるのは、今日一緒にするのはさ、さっきも言ったように喜びって人によって結構違うと思うんだよ。で自分が嬉しいなと思ったことが人は嬉しくないと感じるかもしれないし、自分はどうでもいいなと思ったことが人は嬉しいって感じるかもしれないじゃん。だその喜ぶポイントってさ、たくさん知ってた方がいいと思うんだよ、みんなが。だから今日は9人の意見をみんなでまとめることにしよう。いい？でなるべくね、話をするときに、例えばね、菊池がここで話してても中田君の方が見えにくいかもしれないから、もうね、立ってその作品のところまで行って見ていいから、もう自由に立ち回っていい。別に座ってそこで聞いてなきゃいけないってわけじゃない。僕が一番その喜びを感じるときって、それ手出すから、例えば物を落としたりして拾って渡して、ありがとうってやるときが一番自分は嬉しいなっていう思えるときなんですよ。そこにさ、ね、2人人がいるけどさ、どっちか君なの？こっちが青い方がね。じゃあ君はありがとうって言われることが嬉しいってこと？その手助けをして、そのありがとうって言われるのは、自分の中では嬉しいかな。それが喜びだったね。それポイントかもしれないね。今さ、まだ途中だけどさ、結構いろいろ出てきてるじゃん。例えば手助けをした時にありがとうって言われることが喜び。だからそういうことがもし仕事の中に盛り込むことができればいいよね。お金を稼ぐ価値以上のものを得ることができるよね。僕は目標を達成した時が一番幸せなのかなと思ったので、こういう旗とかで、そういう目標っていうのを、示せるので、これを使いました。で、なんかどれか、例えばこれが何々で、これが何々でってちょっと説明してるよ。下にあるものは全部それに関わる問題で、動物の問題とか、環境の問題とかはこれで、お金持ちの人とか、お金持ってない人とかの問題もあるから、そういうのを下で例えて、でこっちは自分の中の方の目標で、ここにブロックが積んであるのは、そんな簡単な目標を立ててもあんま意味がないと思ったので、ちょっと高くして、頑張らなきゃ届かないっていう目標にしようと思ったので、ちょっと高めにしました。これちょっといいよ。この目標って何なの具体的に？これがたった一つの目標じゃなくて、自分の目標、菊池の目標なの？世界の目標？世界の目標でもあるし、自分の目標でもあるから。なるほど。どうやったらこれ達成できるかな？この気づいてない人たちが、もうちょっと前行って、こういう問題に気づくことが、この目標につながることなのかなって思って、この人たちがね、もしこの辺まで来てね、なるほどね。
そうするとこれが達成できる。まあ自分の中ではそう。なるほどね。このね、自分で作りながら自分で説明できないっていうのがすごくいい。あのさ、自分で説明できるものを作るよりも説明できないものを作ることの方が意味があると。でやっぱりレゴブロックの場合は教えないんですよね。で特にこのビジネスプランについては正直私も起業したことがあるわけじゃないので、どういうふうにすればいいビジネスプランができるかって分かんないんですよ。まあ、私があのファシリテーターになって子どもたちと一緒にやってますけども、私が教えられるわけじゃないので、どちらかというと子どもたちと一緒に考えて子どもたちと一緒に悩んでるんですよね。でレゴを使うときには比較的そういう視点であることが多いというか、本当に子どもたちが作った作品に対して疑問を投げかけて、なんでこうしたのとか、このことの意味はとかって聞きますけど、それ私が分かってるわけじゃないし、私が教えてるわけでもないんですよね。そこがやっぱりあのこういう形で行うときには、まあ、大切なことなのかなと思います。教えるわけではないというところが、教えるというよりは、私の言葉書きによって子ども自身が気づくっていうのが大事なのかなと思います。